はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。11時15分をちょっと回りました。2月22日の火曜日でございまして、今日日経平均下がってますよ。もうすぐ全場終わりますけどね。マイナス542円、ですね。ドル円が 114.68 で円高気味でございまして、昨日のねニューヨークダウがマイナス232ドルですからね。で、あれなんですよ、10年利回りが 1.86 と下がってるんですよ。なんでやろうって感じですよね。原因は相変わらず 92.95 と、あれですね、再び上がってきました。金先物も1900に乗せて1909と、そのビットコインが下がってました。426万円ですね。ドルボン1195というところですか。はい、まあ相変わらずこうなんていうか不思議な動きをしてますけどね。さて、ザクザクのスクープ最前線加賀公営さんのですね、今回のタイトルはですね、ウクライナ侵攻秒読み、ロシア最大圧力、 G7 国際秩序へ挑戦、厳しく批判、経済制裁に恐れをなして、ロ軍を隠して侵攻もというタイトルで、ちょっとですね、ばらついてんなというイメージでございました。いや、こうすごいよっていうのはないんですけど、すごい、まあ、あるってあるかな。かいつまんで読んでいきたいと思いますけども、米国や英国など西側の全情報機関が動いている。ロシアの情報は筒抜けだ。NATO はロシアの不拡大要求を受け入れられない。事実上の決裂だ。軍事侵攻は避けられそうにない。米情報当局関係者はこう語った。で、まあ結局どうなんやって言ったら、まあ結局は分からんのですけどね。アントニー・ブリンケン米国務長官は20日、米 CNN のインタビューで延長は想定通りだとして侵攻寸前の段階だと語った。これに先立ち、ジョー・バイデン大統領は18日、ホワイトハウスで演説し、プーチン氏がウクライナへの侵攻を決断を下したと断言した。その上で、ロシアはまだ外交を選択できるという、18日の演説はね、と思いましたけど、ちょっと待ってね、これ、ちょっと待ってね、ちょっと戻って、極秘情報ですね。外事警察関係者はバイデン氏は演説の前に英国とドイツ、フランス、イタリア、ポーランド、ルーマニアなど各国首脳に電話してトップシークレットの情報を提供したという。この中に日本が入ってない。まあね、日本が遠いってありますからね。極秘情報の詳細は不明だが、最新情報は入手したって。なんか変な書き方。その最新情報ですね。1、ロシアのウクライナ侵攻は北京冬季五輪が閉幕翌日21日午前0時以降、いつでもあり得る。24日までが最大の危機だった。今日22日ですからね、今日、明日、明後日、までにあり得るかもしれないということです。まあ、ないと思いますけどね、私は。最近私はないんちゃうかなと思うようになってくる。プーチン、諦めたんちゃうかなという気がしてますけどね。2、ウクライナ国境に最大19万人のロシア軍が集結している。ベラルーシにも約3万人いる。この戦闘部隊がウクライナの首都キエフを吸収する予定だと。3、ウクライナ東部では親ロシア武装勢力とウクライナ政府軍との交戦が増大って書いてありますね。拡大ちゃうかこれは。政府軍が攻撃しているというデマや爆破テロという偽旗作戦が行われている。親ロ派地域から数十万人の住民をロシア側に集団避難させようとしている。住民保護を口実にロシア軍は侵攻する。そうすると東側から行くんですかね。プーチン氏は米国や英国 EU が徹底的な経済制裁を行えばロシアと自分が地獄に落ちることを知っている。そうかな。ロシア軍を隠し最初にベラルーシ軍にウクライナ侵攻させる可能性もあると、ベラルーシというのは昔の白ロシア共和国でして、今プーチンの子分みたいになってます。
G7 の外相は19日ミュンヘンで緊急会合を開き、ロシアを世界の安全保障、まあ、これはで、しかしロシアは同日大規模な軍事演習を強行し、極超音速ミサイルや大陸間弾道ミサイル、巡航ミサイルなどを次々と発射した。プーチン氏はクレムリンの作戦司令室で直接指揮を取り、ベラルーシのルカシェンコ氏が同席していた。これはプーチン氏の宣戦布告だと。要はやんでって、お前らやる気やったら、あの ICBM ってことは戦争でもしたんでというふうに世界に向かって、あのメッセージを発したと見ていいでしょうね。だから宣戦布告だと。危機状況の中、ウクライナのウォロデミル・ゼレンスキー大統領は19日ミュンヘンで開催している安全保障会議で演説し、ウクライナの EU と NATO への加盟を改めて強く迫った。これ不思議やったわね。今日明日にでも来るんちゃうんかという時に、このゼレンスキーのおっさんはですね、わざわざドイツのミュンヘンまで出てって、あんたら私の味方しなあかんでって言って演説してるわけですね。もうあの、そのゼレンスキーもね、ヨーロッパがね、ヨーロッパやアメリカがね、きちんと守ってくれないことをね、イラついてるんですよ。以下、日米情報当局から入手した驚愕情報だ。驚愕情報を読みますとね、ゼレンスキー氏はウクライナがロシアから欧州を守る盾になってきたと強調し、欧米のウクライナを守る決意が不明確だと批判した。ウクライナが化学兵器を放棄する代わりに米国と英国、ロシアが安全保障を約束したブダペスト覚書、過去1994年にも言及した。これはですね、ソ連が崩壊しますよね、1991年に。で、ソ連の持っていた核兵器のかなりの部分がですね、今のウクライナ領内にあったんですよ。でそれを引き渡すと。その代わり、君らがウクライナを守るんやでという、こう、覚え、あの、約束をしたんですね。それがブダペスト覚書というやつです。それが今破られようとしてるわけだって。まあ国際社会の約束なんかそんなもんですよね。欧米がウクライナを見放せば、中国の習近平国家主席は連動して台湾有事、沖縄有事に動く。沖縄有事といえば尖閣を取りに来るということですね。逃げたらバイデン氏は終わりだ。米国は NATO 諸国と極秘協議に入ったと。英国のエリザベス・トラス外相は1月22日、ロシアはウクライナ政府転覆工作を画策しているという声明を出した。米情報当局はロシアが侵攻後、暗殺拷問する粛清リストを作成したことをつかんだ。10万人超の死傷者、500万人の難民が発生する。最悪の場合、第二次世界大戦以来、最大の戦争が起こる。問題は日本だ。情報はこう続く。ここからがね、ちょっと気になるなという。バイデン氏は18日の演説前、例のロシアは、プーチンは侵攻を決意したという演説ですね。の演説前、岸田文雄首相には電話を入れなかった。岸田政権の対中対ロ外交に不信感を持っているからだ。また G7 が結束してプーチン氏に経済制裁を突きつけ、ウクライナ侵攻を断念させようとする中、林芳正が外相は15日、ロシアのマクシム・トシェトニコフ経済発展相と経済協力について協議した。G7 からすればこれは結束を乱す裏切りだと。そうなんですよ。なんと空気を読んでいない、この林芳正のおっさん。ほんまに。何考えてんやろって感じですね。最後、何たることだ。岸田外交は、基軸を見失い、機能不全に陥っているのではないか。これで日本を守れるのかというところで、このスクープ最前線終わっております。まあ一応その1ページ目貼っときましょうか。後で撮るかもわからないけどね。もう、昨日も申し上げたんですけども、今月なかったらもうないんですね。
で今日のニュースでですね、ウクライナ東部の2つの州、今実質的にロシア軍の勢力範囲内になったところがですね、2つの共和国が独立を承認するようにロシアに求めて、ロシアがその独立を承認してロシア軍を駐留させると、まあ実質いるんですけどね、今現在あのロシア軍という正規の旗を立てないでいるんですけども、それをあの正規に軍隊を送るということがニュースで流れていますね。ヤフーニュースなんか見ますと、ウクライナ東部へ軍派遣へと、で安保理ウクライナ巡り緊急会合、安保理緊急会合したってね、安保理のあのロシアが理事国ですからね、もうあんまり意味はない、儀式みたいなものです、様式日みたいなものですね。まあ、そういう動きがあります。だからこれでロシあのウクライナの東部を正式に、ウクライナから切り離して、ロシア領に編入してちゃんちゃんという可能性が少し出てきたかなと。ただあのプーチンはあのウクライナが NATO に入らなければさえすれば良いという考えではないと思うんですね。ウクライナもですね、今のベラルーシみたいに自分たちを子分にしたいというふうに考えているはずですから、まだキエフ侵攻の目は残ってるんです。ただかなりこういろんなことがバレバレになってきたんでですね、やりにくくなってるわけですね。今だから彼悩んでるんちゃうかなと私は勝手に思っておりますけど、だから今月が過ぎれ、来月になればですね、もうほぼほぼちゃんちゃんで終わる可能性があるなというふうに考えてます。一応そのザクザクの1ページ目を貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。